ね、スイちゃんさ、もうさ、鼻声じゃなくなった？もうなんか個人的にはもう通常通りかな思ってるんですが、まだちょっと鼻声かも。嘘、鼻声だと思う。あれ、焼いた後のかさぶたみたいのは多分もう剥がれて通常通りになってると思うんだけど、鼻詰まりが治った結果、もうさらに後鼻漏がひどくなるというね。まあ、分かってたんだけど、後鼻漏が治らないだろうということは。鼻が詰まってない、鼻水出放題、ダバーって。めっちゃ流れるんですけど。本末転倒だろ。鼻うがいが長い目で見ると効果あるらしいが。いやー、マジでね。本当にそれなんだよ。この前さ、姉ちゃんにさ、姉ちゃんの鼻うがいの、あれ、準備して、って、お風呂に入って、てる時にさ、お風呂でやるのが一番楽だから、鼻うがいってどうせ鼻からダバーなるんだし、鼻うがいのあれ作ってっつって、わかったって作ってくれたんだけどさ、塩入れんの忘れてて、普通の水道水を鼻から摂取する。マジで痛かった、あの日。本当に痛かった、マジで。最悪ですよ、この野郎、めーやりやってます。私が頼んだからいけないんですけど。マジで痛かった、本当に。なんか前にも聞いた、嘘。まあでも何回かやってっかんね、マジで、あの人。でも懲りずにお願いするっていうね。今度から自分で用意しようね。なんかもうお風呂に入ってるとさ、わざわざお風呂から出てさ、準備するのがめんどくさいなってなっちゃってさ、もう塩を常に持っとこう。もうほんとそんなレベル。お姉ちゃんで思い出したんですけれども、引っ越そうかなみたいな感じで、たまーに内見に行ってるんですな。まだ確定じゃないし、なんなら引っ越さないかもなんだけど、合う物件があれば引っ越そっかなーと思って、物件見たりとかたまに内見行ったりとかしてるんだけど、この前ね、あの内見したら、この部屋はですね、残念ながらルームシェアがですねできない物件となっておりましてって。だから最近結構多いんだって、ルームシェアができない物件って。お二人のことをですね、同性のパートナーみたいな感じで申請すれば通るんですけれども、って言われて、はぁ、あ、はぁ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 って言いながら、姉妹なんですけど、って言ったら、あ、そうだったんですか、あ、それなら問題ございませんって言われて、似てるだろ、そう、似てるだろ、顔似てるだろ、ってなった。それが最近の出来事。ルームシェアする人間たちだと思われた。姉妹っぽくないのか。姉妹っぽいですけどね。絶対姉妹っぽいですけどね。阿佐ヶ谷姉妹だと思われた。確かに。仲良すぎてカップルに見えたとか、キモすぎ。キモすぎだろ、それは。姉妹で生活する事例があんまりないんじゃない？ね、なんか、本当にそういうことなんだろうなって思った。スイちゃん一人暮らしの予定はないね、今のところ。ガチでないわ。もう雑用係だからね、お姉ちゃんは。姉町は専属メイドなのか。もうね、だんだんそんな感じになってきた。専属メイドです。専属家政婦です。いくらなんでも言い方あるやろ。なんの、なんか私なんか出現した今。雑用係、雑用係あかんかった。叱られたりしないの。叱られないですね。なぜ叱られるのだろう。あたしが泣くよ。てれてれてれれてれれて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 れれてれてれて。冷静に姉を雑用係はあかんやろ。あんたってもう家賃ほぼ私が出してる。いや、てかもう私が出してるから家賃。これはしょうがないですよね。まあ経費だから出してんだけどね。家賃を出しているから。ほならば働いてもらいましょうかと。夫婦なら炎上発言やで。夫婦じゃないんだよ。だって違うんだよ。キモいだろ。姉妹だからええんよ。そうよ。お母さんとかだったら言わないよ。そりゃお母さんとかだったらさ、お母さんは雑用係とか、お前なんてことってそうなるけど、姉ちゃんだからね。どうでもいいのよ。どうでもいいのよ。扱いひどくね。嘘、そんなことないよ。お前も星町家になるか。飼ってあげよう。なるなる。ダメでーす。させません。買いません。マジなりたいです。させません。嘘です。あれかな、ご兄弟とかあんまりいらっしゃらない方々は、お兄ちゃんお姉ちゃんを大事にしなさい、キュロンって
なるのかな。だいたい兄弟姉妹いるとこってだいたいこんなもんよね。だいたいこんなもんだし、なんだったら一緒に住まないよね。なんかね、毎回言われるもん。よくお姉ちゃんと一緒に住めるねって毎回言われる。私は絶対に無理って結構な頻度で言われますね。何にも気になんないですからね。俺はええけど姉貴が嫌がるやろな。ちょっと萌え。ちょっと萌え。その関係性いいやん。キュンです。そんちの兄弟関係に勝手に萌えを見出すなってな、思うよな。姉いるけど刺激されるから。刺激される逆バージョンね。うちの刺激されちゃうタイプね。あるよね、そういうの。